はい神谷総平君参政党の神谷総平です議員になって初めて30分以上の質問時間をいただく初めての機会ですいつも質問詰め込んで時間を気にし早口で落ち着きがないというふうに皆さん言われますので今日は少し落ち着いて質問したいと思います我が国の防衛力の抜本的な強化等の,ため,のために必要な財源の確保に関する特別措置法案について質問します 我が国は1954年に自衛隊が発足して以来、防衛費が無,、えー、無制限に膨らむとの懸念が国内外にあったため、1976年の三木武雄内閣で、防衛費は国民総生産費1%を超えないと閣議決定し、中曽根内閣で87年度から1%枠を撤廃したものの、大体1%の範囲で防衛費を抑えてきました。国国際経済はは成長し外国から輸入すするる武器などどどんどん値上がりするのに 日本の経済はこの30年、全く成長しないので、えー、防衛予算は上がらず、防衛省や自衛隊の皆さんは大変、えー、苦労をされてきました、えー。私も国会議員になるまで、10年間、予備自衛官をやっておりましたが、着任当初の頃ですね、訓練で宿舎に泊まれおりトイレットペーパーを自分で持参するようにと言われたのが衝撃で、今でもそのことを覚えています。トトイレットペーパーパがないいんですねそれぐらい予算をを切りり詰めてて、えー、年間維持してきた1枠を、えー、今回一気に破り 防衛力の抜本的強化に踏み切る理由をお聞きしたいと思います、はい、鈴木財務大臣。あのまあ、今、我が国を取り巻く安全保障環境、これはあのかつてなく厳しく、また複雑なものに直面をしていると、そういうふうに思っております。あの例を挙げますと、まあ、近年、日本の国周辺では質量ともにミサイル戦力、これが著しく増強されておりまして、 既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しくなりつつあると承知をいたしておりますまあこうした中で我が国の平和独立国民の安全これを守り抜くため防衛力を抜本的に強化することこれはもう喫緊の課題であるとそういうふうに考えております あのこうした取り組みによりまして、抑止力、対処力を向上させてえ、武力攻撃そのものの可能性を低下させていくことが重要であると、おそのように考えてえ、この抜本的強化にかかるえ法律を出させていただいているところであります神谷総平君 <laughs>、はい。はいいいありがとうございます えー、国防委員であった安倍元総理でも越えられなかった壁をですね恩恵派と見られていた岸田総理が一気に越えていくという背景はいろいろと憶測を呼んでいますが理由はともあれ、えー、我々賛成党は、えー、防衛予算の拡充には賛成をしております、えー、ただ50年ぶりに予算が一気に増えるチャンスでもありますのでこの機会に文字通り抜本的に構造から防衛力を強化していただきたいと思い、まあ、この回数回にわたる委員会を通じて 提案も含めてて質問を行っいいいきたいと思います。まず、5月21日に G7 サミットが終了したばかりなので、それに関連して少し質問をさせてください。今回のサミットの目玉は、なんといってもゼレンスキー大統領の来日ですが、彼が広島にやってきた目的の一つは、各国に軍事支援を取り付けることだったと思っています。バイイイデン大統領は、ウクライナ軍ののパイロットに対する F-16 などの 第4世代戦闘機の操縦訓練を開始することを約束しましたし、日本からの追加支援としては、自衛隊が持つトラックなどの100台規模の車両や、およそ3万食の非常用食料の提供をすることに加え、ウクライナの負傷兵を自衛隊の病院に受け入れることなどを約束しました。こういった支援を続け、戦闘が長引くと、人々の犠牲が増え、世界経済にも深刻な影響が及ぶように思います。G7 各国にはそれぞれぞの 国の利益や思惑があり、ドイツやフランス、イタリアなどからは妥協策を模索しようかという雰囲気も見られています。一方で、今回の一連のワークに含む追加支援は、ウクライナの戦争継続、長期化を促すものであり、前回の委員会でも私が指摘したように、ウクライナ戦争を支えるアメリカの軍需産業に奉仕するような形にも見えます。岸田総理は今回ののゼレンスキー大統領との えー、会談の中でも、日本の官民を挙げて、ウクライナの復旧、復興を力強く後押ししたいと述べられたようですから、戦争の長期化はさらなる損害を広げ、日本が負担する金額を増やすことにつながるようにも思います。先日もこの委員会で、ウクライナの国家財政を支える支援の審議をしたばかりですし、我が国は自国の防衛費すですね、今、こうやってかき集めればならないと。 いうふうな状況なのに、これ以上ですね、負担を背負うリスクを犯していいものかというふうに考えています。こういった背景を踏まえ、G7 サミットにゼレンスキー大統領を招いて、ウクライナの追加支援を決めたことに対する、鈴木財務大臣。あの先,先週、G7 広島サミットが開催をされ、そしてゼレンスキー大統領が、 対面でで参加をされたわけでございますこのことにつきまして、いろいろな評価、それはもちろんそれぞれあるんだと思いますが、政府といたしましては、G7 とウクライナの揺るぎない連携を示すことができたということで、これは大変意義深いことであると、そういうふうに考えているところであります。あの広島サミットの合意文書では、ウクライナが必要とする財政支援の確保について、 コミットトメンをを改めて確認をすることができましたあのこれは G7 広島サミットに先立って開催されました新潟での G7 財務大臣中央銀行総裁会議において2023年および2024年初頭に向けた財政・経済支援のコミットメントを440億ドルまで増額させたことを踏まえたものであると、まあ、そういうふうにまあ承知をいたして おります G7、えーまあの, G 7の支援が戦争を長引かせるのではないかとかです、ね、で、え、さ、ー、まあ,様々あのご意見はあるんだと思いますけれども、G7 の財務トラックでも、これまで閣僚級会合に毎回、ウクライナのマルチェコ大臣に参加していただき、 ウクライナ問題をプライオリティに議論してきたところでありまして、えー、議長国として G7 各国や国際機関と連携をして、引き続きウクライナ支援にしっかり取り組んでいくというのが政府の立場でございます神谷宗平君、はい。ありがとうございます 確かにいろんな評価ありまして、まあ、政府の判断が誤っているとか、そういうことは私たちは思っていないんですけれども、よくそのウクライナの支援は、まあ、ロシアによるです、ね、力による現状変更は許さないということをです、ね、皆さん訴えられて、まあ、それはそうだと思うんです、しかしです、ね、まあ、これは立場によって、まあ、ロシア側にはロシア側の言い分もあるので、この力による現状変更は許さないというのは相対的な正義であって、まあ、それ以上にです、ね、これ以上、人命の犠牲を増やさないということはですね、 これはどちらの立場に立ってもあの、絶対的な正義ではないかというふうに思っていてですね、参政党は、日本はこういった立場に立って、G7 で,です、ね、即時停戦というものを仲介するべきではなかったかなというふうに考えております。まあ、核廃絶ということを言いながら、えー、ロシアあ、すみません、ウクライナの、えー、軍を強化することというのは、まあ、逆にロシアをして、えー、核使用に踏み込ませるリスクを高めることにもなるのではないかというふうに思います。 ウクライナ戦争を継続すればするほど、ですねお隣の中国が漁夫の利を得て、勢力を拡大しているようにも今、見て取れます。そしてそうなると、米国による台湾の守りというものも手薄になってきて、ですね我が国にとって有事のリスクを高めるのではないかという、そういった懸念をですね持っているわけであります。そもそも今回の防衛力の抜本的強化の目的は、先ほど大臣おっしゃったように、日本の抑止力を高めると。 いうことが目的ということでしたから、今回の G サミットの日本の取り仕切りというのは、その目的には実は逆行してしまっていたんじゃないかなということを、まあ、問題提起としてですね言いたくて、まあ、このようなお話をさせていただいております。では、逆に、じゃあ、参政党だったらどういう提案をするんだというふうに聞かれるとすれば、ですね私たちは今回の財源の確保の目的、つまり抑止力を高めると。 いう目的でサミットで提案するんであればアメリカの核兵器を自国領土内に配備して共同運用する核共有ニュークリアシェーディングですねこれについて日本から参加国にお願いすることはできなかったのかなというふうに考えたりもしますもちろん日本は核拡散防止条約 NPT ですねの加盟国でまた非核三原則があるということも理解をしていますし今回のサミットのメインのテーマが 核なき世界を目指すということであったことも、いうこともしています。ここで先に誤解をね、生まないように言っておきますが、参政党は、別にこの核なき世界を目指すということが、非現実的で反対しているという主張ではありません。1919年に国際会議で初めて人種差別をやめようというふうに提案したのは、我が国日本です。当時、100年前ですから、誰もそんなことが実現するということは思っていなかったと思いますが、100年後の今はですね、 世界はそのように変わってきてきいますあるべき理想を訴えることは素晴らしいことで、今回、核の廃絶と核なき世界ということを日本の総理が訴えられたということは、大きな意義があるというふうに考えているという立場だということを前提にですね、ただ、総理も本会議でおっしゃってましたけれども、現実と理想が程遠いんですね。ので、今回の G7 サミットでも、各国首脳は核なき世界を目指すことには賛同されていますが、 ででははすすすぐに核を手放すとといいうことはどこども言わないわなけです特にこれを繰り返し今回のテーマになっておりますが、我が国を取り巻く東アジアの現実は本当に厳しくて、北朝鮮の度重なるミサイル発射に対してですね、お隣の韓国のユン・ソンニョル大統領も、国家防衛にはアメリカの核兵器の再配備が自前の、えー、再配備か自前の核保有が必要だと表明し、韓国国民の約70%が、 自前の核保有を支持しているとの報道もあります核なき世界という理想と、核の抑止力が有効だという現実の狭間で、防衛力の抜本的強化を目指す我が国としては核、核の共有、ニュークリアシェアリングですね、を検討するということが、長期的に見ると最小限のコストで国防力を高めることになり、今後の防衛費の増大を抑える効果もあるというふうに考えるんですけれども、この点について、 財務大臣。の見解をお聞かせください鈴木財務大臣。閣、えーまあ、内の一員という立場で、まあ、お答えをさせていただきますが、まあ、あの核の抑止力、まあ、いろいろ段階があると思いますが、まあ、核兵器の保有ということにつきましては、えー、総理からも、まあ、答弁をしているとおり、えー、非核三原則、それから、 原子力基本法をはじめとする法体系との関係から、えー、認められず、政府として議論することは考えていないというのが、えー、政府の立場であるわけでありまして、私も閣内の一員として、えー、その政府の方針に従うところであります神谷宗平君。はいまあ、従来通りの,あの考えになると、そういう答弁になるとは思うんですが、まあ、抜本的に軍事力を見直さなければいけないと。 そして、先ほど大塚先生もおっ,しゃったように、財政的にももうありえないような状況になっていて、日中もサッもいかないという状況なので、これは財政の議論だけでなくて、ですね国防の議論も今までの常識を超えたレベルで話をしていかないと、従来通りでは立ち行かないのではないかというふうなことを考えております。のののででもちろろんその的になろうとかですねあの <laughs> 選手防衛をやめようとかいうことでなくて、抑止力を高めるという意味での議論というものは、あもっとしていった方がいいんではないかなというふうに思います。まあ、日本には原発もありますし、まあ、米軍基地もあるわけで、えー、外国人と話をしていると、ですね本当は日本は核持ってるんでしょうと、置いてるんでしょうというふうに言われたこともあります。ですので、まあ、持つ、持たないということをはっきりしなくても、ですねそういう議論を、まあ、こういった国会の場でですねしていくということが、 抑止力を高めるということになるのではないかというふうに思いまして、えー、このようなお話をさせていただきました。えー、続いて、えー、財政論に入っていきたいと思いますが、ま、たそもそも論なんですが、今回の防衛費の財源を確保することを、ですね増税のみで行わなかったということはなぜなのか、ください、はいえー、前田次長、えー、お答え申し上げます。 あの防衛力を抜本的に強化をいたしまして、将来にわたって維持、強化をするためには、しっかりとした財源がの確保が必要であるというふうに考えておりますけれども、その財源として、まず税制措置ありきではなく、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入の確保と。 いったさらに、税制措置でのご協力をお願いする前提といたしましては、当然ながら国民の皆様のご負担をできる限り抑えることが必要であると考えておりまして、こうした観点から、行財政改革の努力を最大限行うこととし、 今申し上げましたような、さまざまな方法によって、現時点で確保できる税制措置以外の財源につき先送りすることなく、しっかりと確保し、防衛財源の安定的な確保に向けた道筋を早期にかつ明確にお示しするため、今回の法案を提出することといた次第でございます上谷翔平君。はいありがとうございます。もう一つ視点を変えて、えー、質問なんですけど、今回のじゃあ、防衛費の財源確保のために、国債発行を避けた理由は何でしょうか、はい、前田理長。 でお答えを申し上げますあの予算編成にあたりましては、従来からこれは骨太の方針等に基づきまして、まあ、財政規律の観点から、まあ、真に必要な財政需要に対応するための恒久的な歳出を大規模に増加させる場合には、まあ、これに対応した安定的な財源を個別に確保するということで対応してまいったところでございます。で今般抜本的にに強化をされる防衛力につきましても 将来にわたって維持、強化していかねばならないことから、これを安定的に支えるためのしっかりとした財源が不可欠だと考えております。まあ、すなわち、将来世代に先送りすることなく、まあ、今を生きる我々の将来世代への責任として対応すべき課題であると考えておりまして、まあ、将来世代への負担の先送りとなる赤字国債につきましては、これは防衛力を安定的に支えるための財源と位置づけることは困難ではないかというふうに考えてございま網谷翔平君。<laughs> はい 増税と国債発行に頼らないということの理由を改めて確認できましたと。でこれは私は皮肉で言うのではなくてですね、今回の予算確保のやり方をこう見てですね、まあ、正直個人的にすごいなと思ったんですね。はい、あのこんなやり方ができるんだというふうに思いました。ただ、えー、かなり強引なやり方のようにも感じますので、これではさすがに安定した財源の確保にはならないではないかなというふうにも感じています。 まあ確かにこの直近の5年間はなんとかなるかもしれないですけれども、その先に大幅な増税があると、国民の生活が成り立たなくなりますと、そこで、まあ、ダメだダメだという、賛成とはじゃあ、どういったことを提案しているのかといいますと、我々はですね、投資国債という考え方、これ、前も委員会で申しましたが、えー、これを提案しています、これは現行法の、えー、現行の財政法第4条に基づく、 建設国債の対象を公共事業のみならず、知的財産や人的資本など無形資産も含めて将来世代の、将来世代に資産を残す質の財源にまで広げ、これを投資国債として発行するということです。すでにインフラ面では防衛に関するものに関しても、建設国債を発行しているというふうに思います。国国国国防防はは日日本本の国家ののの家家将来に向けて永続させるもでであり国防は日本の国家をですね 将来に向けて永続させるものであり、国産の防衛技術の開発につながる支出がされるのであれば、広く未来の産業基盤の形成にも資するので、未来への投資であるとも言えると思います。よって、国防関係の支出を、先ほど申しました投資国債の対象として、今後の防衛財源を国債発行で賄っていった方がいいんじゃないかというのが、参政党の考えであり、提案です。 国債発行に関しましては、もう先ほど、大塚先生のお話とかなり似ておりまして、我々もですね日銀保有国債の一部、永久国債化をあの提案をしています、そして我が党とは少し違うのは、まあ、永久国債化するときにです、ね、同等額の政府デジタル通貨を発行してですね、 まあそもそも国債というのは国民の資産ですから、その分をです、ね、デジタル通貨としてまた国民に発行すると、国債がお金に変わると、デジタル通貨に変わると、そういったことをです、ね、やっていけばいいんではないかというふうに考えているわけですけれども、ま,あ、まさにもうあのあの、大塚議員のです、ね、お話がもうあったとおりで、まあ、そんなことはです、ね、なかなか簡単にできないんですが、ただもうそれぐらいのことをやらないとです、ね、ニッチもサッチもいかないというふうなことではないかなと。 いいいうふうに、えー、感じているということこでありますただ、まあ、これはすぐにはできないというのも分かりますので、そうなると、ですね増税も国債発行もせず、防衛費を賄うオプションはですね、まあ、いつも言っているように、減税と積極財政をセットで行うことを呼び水として、まあ、1800兆円ぐらいあると言われている国民の個人資産ですとか、 600兆円とも言われる企業の内部留保を市場に出させて、一気に GDP を倍増させていくということをやるか、もしくは、これも前も言いましたが、財政で一番今お金かかっている医療費ですね、これを激減させるような医療改革、行財政改革を断行するといった選択しかです、ね、ないんではないかというふうに思います。これも前のの委員会と申しましまたが、日本の医療制度は、 ままさにに穴ののいいたバケツのようになっていますね皆さんはあの先進国が高齢化しているというのをご存知だと思います。日本も高齢化していますね。じゃあ、その高齢化する国で病院のベッド数が増えているのかというと、ですね実は世界的にベッド数ってどん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 減っていってるんですね。はい、だから入院させて、終末医療やるっていう形ゃもうなくなっているということなんですが、日本は増えています。 で、日本の病床数はですね、1 0 0すません、164万床もありまして、1000人当たり13床のベッドがあるという計算になります。G7 の国で見ると、人口1000人当たりですが、イギリスとカナダ少なくて2.5床、アメリカとイタリアが大体いい3床、フランスで約6床、で、日本の次に多いドイツでも8床なんですね。はい。それぐらいしかベッドはないんですが、 日本は、まあ、単純に言うとイギリスとかカナダの5倍ぐらいですね、ベッドを持ってて、そこに入院患者がいるというふうな状況でして、さらに精神病の病床ですね、は33万床もあって、です、ね、8億人の世界全体の5分の1の精神病のベッドが日本にあるという異常な数字なんですね。これいういうに見るとですね、日本はちょっと病院を作りすぎてるんじゃないかと。そしてベッドがあるとですね 病院も経営しないといけませんから、入院患者を入れないといけないんですよね、これが日本の現状になっていて、週末医療、医療とかでものすごいお金かかっているということで,で、それでお年寄りが幸せならいいんですけど、家族と切り離されてですね、管につながれて、まあ、最後を迎えるというのは、全然幸せではないということですね。で、まあ、例をもう少し挙げると、日本で人口当たり一番ベッドが少ないのが静岡県、で、一番多いのが高知県なんですね。 人人口1人当たりり倍ぐらいの開きがありますこれ、おかしくないですかね、同じ日本で入院患者が人口当たり3倍違うってなるとです、ね、高知県の方は静岡県民の3倍不健康なんですかということになるんですが、そんなことは当然ありません。誤解を恐れずに言うと、まさに病院を作った分だけ、入院患者が増えているという状況で、これはもう数字を見ると、 統計的に分かっちゃうんで、すねでこれだけベッドがあるにもかかわらず、コロナで医療崩壊だというふうになるわけですから、これ、仕組みがおかしいというふうに言わざるを得ません。で、高齢者を病人にして、寝たきりを増やしているのは、この制度,でが制度が問題じゃないかというふうに考えられますし、また、こうやってですね、どん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 とあの、まあ、患者を増やすというような仕組みがですね、 国民皆保険は我々反対はしませんが、いいんですけど、それが結局、医療をビジネス化して、ですね外国企業のマーケットにされているような、そんな感もあるんですね。ですから、患者を増やさないと経営が成り立たないという仕組みを変えて、ですね患者を減らしていった方が、インセンティブがあるというふうな制度を早急に構築すべきだと考えるんですけども、この点について、厚生労働省の見解を聞きたいと思いいますはいえー、厚生労働省大臣官房、日原俊議官。 え、お答え申し上げます。あの、えー、ただ今のご指摘、あの、予防医療そういったもの。 の給付にそのもっと力を入れるべきではないかというご指摘であったかというふうに思っております。それで、制度のまず考え方から申し上げますと、公的医療保険はその発生が偶発的で予測できない疾病や不詳といったリスクに対して備えるというのが基本的な考え方でございますので、現に疾病や不詳が生じていない段階、状態で、任意に受けることができるその疾病予防は給付の対象としていないところでございます。 疾病予防保険給付の対象とすることにつきましては、その他にもがん検診や予防接種など、幅広い疾病予防の取り組みをどのように整理するのか。 また、医療保険財政、極めて厳しい中でございますので、保険者の理解が得られるかといった課題がありまして、慎重な検討が必要と考えております。いずれにいたしましても、本格的な少子高齢化、人口減少時代を迎えます中で、給付と負担のバランスを確保して、すべての世代が能力に応じて公平に支え合う仕組み、これを構築していくことが重要だと考えておりまして、制度の負担の見直しを図ってまいりたいと考えてございます。 ははい、総平君はい、い神谷平君ありがとうございます。少しちょっと質問の聞き方を変えたので、はいあの、戸惑わせてしまったかもしれません、すみません。はいあのまあ、とにかくあの、一番お金かかっているのは医療費で、まあ、青天井なんですねで、戦前は前も言いましたけど、医療費が青天井であ、医療費じゃない、ごめんなさい、軍事費が青天井で国家財政が綻しそうになったと、今は医療費なんですね。 で医療費を下げずにまた防衛費も上げようとで防衛費も正直どこかで歯止めをかけないとこれ青天井になってしまうので軍拡競争になっちゃいますからだから2つそういうです、ね、あの赤字になるようなものをです、ね、大きく抱えていると本当に急速に国家財政がこれからもっと悪くなりますので今回、こうやって抜本的に軍事費にお金をかけるようにしようと。 いう判断はいいんですけどもそういえばまあ医療費は1つの例です、医療費だけに限らず、もう少しです、ね、何か他の制度を抜本的に見直して、一気に半減させるというようなことをやらないとです、ね、もう続かないんですよね、はい、だからそのことをです、ね、ぜひ本当にあの、ね、皆さんで知恵を絞ってやってです、ね、あのもう本当に緊急事態だとで、今までの延長線上の考え方でやっていると、国が続かないというふうなぐらいに、本当に行財政をです、ね、みんなで考えていくと。 いうことが必要ではないかなと思いまして、医療費の見直しの提案をさせていただきました、えー、次にですね大きな話から、また一気に細かい話になりますが、今回の財源確保の中に、大手町プレイスの売却というのがありまして、こういうことまでやるのかというふうに思いました、えー、大手町プレイスは日本の一等地にあるわけでして、まあ、これまでは運用して、賃料などを得ていたんだと思いますが、年間どれぐらいの賃料を得ていたのか分かるようでした、教えてください。 また今回、どういったところに売却するのかということも併せてお聞かせください。はい、斉藤理財局長。 お尋ねいただきました大手町プレイスに係る国有財産でございますけれども、これ、ちょっと経緯も含めて、なぜ売却することになったのかということをお話をさせていただければと存じます。ここの土地、もともと平成20年、まだ国立印刷局の所有地だった時代に、再開発の計画が出てまいりまして、その基本合意がなされたというところに端を発しております。 でその後、平成22年に、えー、印刷局が所有していた土地があ国庫に納付されたということで、まあ、国の土地になったと。で、その上で、えー、再開発に伴って、地権者があ取得をします、いわゆる権利証 これをどうするのかということが国にとっての課題になったということでございますでこの点について平成二十七年度の財政制度等審議会におきまして新宅制度を活用してテナ,しテナントを誘致貸付けした上で売却を進めることが適当というふうに答申をいただきましたこれはつまりその売却するにあたってテナントを探すリスクを 買い手の側に負わせるのではなくて、まずテナントを誘致をした上で、それから売却をしようと、そういう投資をいただいたということでございます。でこれを受けて、私ども財務省で、信託銀行と信託契約を締結をし、信託受益権を取得をしたと、でそのテナントがその後、順調に誘致できましたので、昨年の11月に、その信託受益権の売買契約を締結をしたということでございます。で 実はあの私ども令和元年度にですね、えー 性が高く、希少な国有地、まあ、今回の大手町なんかもそれに当たると思いますけれども、そうした土地は売却をするのではなくて、留保財産として所有権を持った上えで、適借地等で活用するという投資いただいてますので、順番がもし逆であったならばですね、売却にならなかったんだと思いますけれども、この留保財産についての投資をいただく前だったので、売却をすることになったということでございます。竣工から売却ままでの間賃料入ってておりましてこれは毎年数十 1億規模直近令和4年度ですと90億円ほどの賃料を取得をしております。はい、神谷、はいはい、平君、はい、あの詳しく経緯を聞いて、はい。 分かりましたなんかあの急にというわけではなかったということですね、まあ、たまたまだからそういうのが売れるので、この分も使いましょうという流れだったということですよね、だからせっかくいい,い,いところに、ね、持っているのに、それまで売って、それでミサイル買うとなると、もう本当にですねなんか着物質屋にいてなんか食べ物を買うみたいなです、ね、そういうあのようにも見受けられましたので、まあ、改めて今回、こういうやり取りをして、ですね、まあ、国民の方も分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。 であのまあ、それでもです、ねまあ、入ってくるお金が4000億なんですねで、大きな金額ですけれども、全体の43兆から見ると100分の1ほどの金額でして、まあ、こういった4000億ということを考えるんでしたら、これ、私、質問収集でも聞いてるんですけれども、年間、わ、まあ、からないですよ、正,正確には、だいたい1200億円ぐらいではないかと言われているんですが、外国人への生活保護の支給というのをです、ね、見直していただけないかというのを、まあ、財源確保として言いたいと思います。 外国人に生活保護を与える行政上の根拠は、昭和29年の旧、えー、厚生省通達ですが、それには当分の間、外国人であっても生活に困窮する外国人には、えー、保護を行うというふうにされていました。 まだ戦後の貧しい時期であったと思うので、人道的な観点でやっていたという事情は分かりますし、その後、日本は経済復興して財源もありましたから、国民もあんまりうるさく言わなかったんだと思います、しかし、今や一人当たりの GDP はですね韓国や台湾にも抜かれようとしている状況で、今回も国防費がないから、えー、駅前の土地まで売ってですね、えー、お金を作ろうというふうにも見えるわけですね、そんな状況の中、ですね外国人の生活保護をこれからも続けるというのは、 おかしいんじゃないかというふうに思っている国民が多いと思うんですけれども、この点、厚労省の見解をお答え申し上げます。生活に困窮する外国人につきましては、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の在留資格を有する場合には、行政措置として生活保護の取り扱いに準じた保護を行うこととしております。 こうした外国人に対する保護は、人道上の観点から行っているものでございまして、生活に困窮する外国人の方が、現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえますと、外国人の方に対する生活保護を行う必要はあると考えております。谷翔平君、はい。期間を区切った、えー、給付でしたら、まあ、当分の間ということで始めたんでいいかと思うんですけれども、ずっとやってますので。 これ、もう一回、ですね、ここも見直しが必要なんではないかなというふうに思います。繰り返しになりますけれども、財源がないので、はいあの、行財政改革を抜本的にやるということでしたら、こういったところから見直して、ですね、すぐに打ち切れということではないですけれども、段階的にとかですね、やっていくようなことを検討していただけないかなというふうに思います。えー、このあと、ちょっと防衛省の方に来ていただいて、質問してたんですが、時間,が、えー、時間になりましたので、えー、次の委員会に回したいと思います。質問以上です。ありがとうございました。